3年2組、時は千織さん、至急職員室までお越しください。母が消えた。浅田です。私はこの店なんてどうだっていいんです。出てけって言ってんだよ。嫌いなんだ、お母さんのこと。正直不安だったの、千織に受け入れてもらえるか。美味しいね。これが食いたくてここに来てる人間はみんなあんたの味方をしてくれるわ。あっちより、いや、おかわりしょい。あ、すいません、お店の営業5時からなんですよ。玲子さん、嘘、あんたなんかどっかでくたばって一生戻ってこなきゃよかったのに。私がいない間、店守ってくれてたんだって。いるでしょ、今話をしなきゃいけない人が。俺、しおりと家族になりたい。あの、浅田さん、今度こそ幸せになれや。私は人生で最後に食べるものって何なんだろう。